こんにちは、まなまなです。まやりんです。二人合わせてまなまやです。イエイ。はい、今回はドクター G さんからお仕事をいただきました。ありがとうございます。ということで、またまたね、Q10 の目代わりが始まるということで、はい、まあ、今話題のドクター G さんのスキンケア商品を使って、肌荒れだったりちょっとね、特別なスキンケア的な感じで今回は皆さんにご紹介をしていきたいと思います。はい、お得な割引もあるのでぜひ最後まで見てください。はい、それではレッツゴー。はい、ということでドクター G って何ぞやってわからん人もね、いると思うので、ちょっと軽く話していきたいと思うんですけど、はい、韓国ナンバーワンダーマコスメブランドで皮膚科専門医のドクターアンが開発したもので、ドクターアンさんが小さい頃に顔をやけどを負ったことで肌トラブルに悩む皆さんのね、気持ちが誰よりもわかることから、うん、皮膚科専門医として積み重ねたノウハウとともに作られたドクター G ということで、すごい、自分が悩んでたからこそね、作られたものっていう感じで、とてもいい商品なので、それを早速使っていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず最初に使っていくのはこちら、ドクター G ブライトニングピーリングジェルです。これはね、濡れた肌にのっけて優しくくるくる使っていくものなんですけど、これをピーリングは低刺激で敏感肌にもちょうどいいピーリング剤で、韓国で大人気みたいで、オリーブヤングでクレンジングの中で第3位っていう、とっても高評価な商品です。これをね、濡れた肌にじゃあ早速使っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ手にね出して使っていきたいと思います。あ、出てきた。ね、かっこいいな。コロ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 出てきました。こんな感じでくる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 していきますね。なんかピーリングってすごいさ、皮がベロンってむけるイメージだったりとかさ、なんか優しいね。うん、何日もなんか効果っていうかボロボロしていくイメージだったけど、これなら使えるね。めちゃボロまや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 、トーンアップとかもしてくれるみたい。このピーリング落ちてくる出てきます。うん、じゃあ流していきたいと思います。はい、流してきます。はい、流してきました、はい。うん、流した感じは突っ張りとかもなくて、うん、サランと落ちてなんかサラサラしてる感じですね。で、この後に、はい、こちらドクター G レッド BC スージングトナーです。はい、これ化粧水ですね。うん、これをじゃあ塗っていきます。はい、でこれは肌を落ち着かせるトナーで、こんな風にコットンにとって染み込ませて使っていきます。すごい、さっぱりしてるね。でこの化粧水はこのドクター G BC スージングクリームと使うともっといいらしいです。なのでこっちを次塗っていきたいと思います。そしてこちらがドクター G レッド BC スージングクリームですね、はい、で肌の赤みや肌トラブルだったりとか悩んでる子はそこに少し厚めに塗って寝ると、なんか夜の睡眠パックみたいな感じで鎮静とかされたりとか赤みがちょっと引きやすくなります。でこれは韓国オリーブヤングで2年間1位で10秒に1本売れてるっていうぐらいこれが売れてて、でこれ今容器はこういう取って出すタイプなんだけど、これじゃなくてチューブタイプもあるけん、チューブタイプが好きだよって子はそっち使っても OK です。じゃあこっち塗っていこうか。はい、すごいね、10秒に1本ですね。うん、うん、あ、めっちゃ好きかも。うん、わかる。テクスチャーっていうか滑らかで、でもちょっと硬いまでいかないけどしっかりつく感じが、ね、しっかりしてる。うん、で、ほんといろんな肌トラブルの子に合うよっていう感じだから、この自分らみたいにちょっと乾燥肌ですとか、やっぱどんな肌トラブルにもなんかいい感じにね、こう鎮静だったりとか、私すごい赤みが気になるもんね。やばい、赤みすごい、ずっと治ってないのとか、うん、うん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 、この鼻横とかね、ちょっと厚めに塗ってもいい感じです。鼻横ね、ね、多分みんなあるんじゃない。確かにめっちゃ伸びるわ。うん、ね、取りすぎたぐらい過ぎたぐらいになります。伸びるけどしっかりなんかついてる感じが、うん、夜寝る前の保湿がいいね。うん、ちもちもち、うん、塗り心地いいね。ね、それ、うん、塗れました。いい感じにいけました。そしたらですね、こちらまなまやね、別々のものを、うん、スキンケアの最後とかメイク前に使う日焼け止め的な感じのもので、下地みたいな感じで使えるもので
で、これちょっと別々のものを使っていくので、ドクター G のグリーンマイルドアップサンプラスです。こっちがですね、ドクター G プブライドニングアップサンプラスですね。ちょっと最後はラストステップで日焼け止めを塗っていくんですけど、紫外線とかのそういうのを予防してくれたりとか、露出されるところに塗っていきたいと思います。白だ。あ、こっちがね、ほんまや。ちょっと比べてみる？じゃあ。全然違かった。キャー、タレちゃん。はい。あ、こっちがちょっとなんかファンデっぽくなってるんかね。そうだね、肌色です。ちょっと下地っぽい感じかも、うんうん、しかもちょっとテクスチャー硬い。あー、いいね。こっちの方がちょっとサラサラする。うん、じゃああれだ、本当に使い分けできちゃうやつ、うん、ね。同じものでもちょっと使い分けしながらね。前はこっちの方が好きだから、結構ね、毎日絶対日焼け止めやってるけど、うんうんうん、絶対日焼け止めって大事なんですよね。本当に大事。マジに塗った方がいい。スキンケア気をつけるよりも先になんかそういう紫外線から守ることがすごい大事っていう風に習ったので、ここまでね、まやさんがね昔から言い続けてることなのでね。え、めっちゃいいんだ。うん、すっごい伸びがいいね、うん、ちょっと下地って固めすぎだったりするとムラになっちゃうんだけど、すっごい綺麗にね伸びてくれます。全然ムラにもならないし。さっきのクリームだわね、あのクリーム良かったね。これで下地となんか日焼け止め一緒に使ったらすごい、うん、いいね。これでも入ってるんでしょ、日焼け止め効果、うん、50って書いてある。知らない。ね、結構さ、自分は日焼け、普通の日焼け止めるとピリピリしちゃったりするだけがあるの、赤みの時とか。でもさ、こういうなんか低刺激な感じとか、そう、肌に優しい、こういうのはすごい自分敏感肌とかアレルギー持ってたりしたり、アトピーだったりするから、すごい嬉しい。こういうのはちょっと首元とか今もちょっと引っかき傷とかあったりするの ね、そういうのにも塗れたりするのはすっごい嬉しい。で、この緑の日焼け止めが韓国オリーブヤングで3年間1位で、うん、韓国一番の日焼け止めらしいです、うん、すごいね。うん、すごい。で、ジンク無機系の紫外線遮断剤なのに、ダクダクなしで軽くて優しい使用感です。で、私が使ってたやつは韓国で大人気のトーンアップ機能の日焼け止め。こっちがトーンアップの感じかな。で、長時間肌トーン持続力検証もあって、サラサラ仕上がって綺麗にトーンアップしてくれるものですね。だからちょっとトーンアップしたいよってことが、いろいろね使い分けてこの2つは使ってもらえるかなと思います、うん、はい、じゃあスキンケア系が全て終わったのでメイクをしていきたいと思います。はい、ということで使ってみました。で、今もうメイクしたんですけど、メイクのりもねすごいいい感じだし、すっごいスキンケアの保湿が高かったから、うん、でも乾燥肌が超嬉しいです。感じに綺麗に仕上がりました。はい、9点目が割りで、ドクター G 公式から全商品割引実施中で、贈呈品もたくさん用意してくれてるらしいです。お買い上げ全てのお客様にベストセラー商品お試しセットと購入金額別のプレゼントも用意してるみたいです。公式ページをフォローするとショップクーポンももらえるらしいです、うん、とってもねお得なキャンペーンなので、うん、ぜひね概要欄の方にいろいろ貼ってるので、そちらを詳しくはご覧ください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。